昨日、新たに新型コロナウイルスへの感染が確認された人はおよそ800人に上り1日の感染者数としては過去最多となりました ANN のまとめによりますと121人を確認した大阪府のほか愛知、福岡、埼玉で1日の新規感染者数の過去最多を更新しました都市部を中心に増加が目立ち 全国では合わせて796人とこれまで最も多かった4月11日を上回り過去最多となりました大阪府では男女121人の感染が確認され30代以下の若い世代がおよそ7割を占めました愛知県では名古屋市の80代の男性1人が死亡後に感染が判明するなど64人の感染が確認されました 福岡県では新規感染者数が2日続けて過去最多を更新しました福岡市では新たに4つの飲食店をクラスターと認定しそのうち3つはクラブなど接待を伴う飲食店だということです埼玉県では新規感染者62人のうち21人が都内で感染が確認された人との接触があるなど東京由来の感染が疑われています